サボテングサ族から葉緑体を取り込むうちは緑街等、葉緑体現象は軟体動物の脳絶目や栓毛虫、有効虫、渦弁毛もで見られる餌の特殊な利用法である。餌藻類の葉緑体を細胞内に取り込み一時的に保持する現象を言う。取り込まれた葉緑体が光合成能力を保持しており、取り込んだ個体がその光合成から栄養を得ている。 場合は、機能的等葉緑体現象と呼ばれる。クロララクニオンモなどでの葉緑体の二次的獲得と異なり、葉緑体をもともと持っていた個体の核は、細胞内に取り込まれない。取り込んだ葉緑体の安定性は種によって異なる。ギムノディニウムギムノジニウムフィエステリアファイステリアでは、数日しか保持されないが、ディノフィシスダイナファシスでは2ヶ月の間安定である。 従属栄養性のウズベンモーモガ等葉緑体を行うことで、高級的な葉緑体の獲得につながったとも考えられる。ミリオネクタルブラミリオネクタルーブラが、クリプトモノゲミニゲラクリオフィラゲミニゲラクライオフィラから等葉緑体を行う。ブリミナビューリミナエルフィディウムエルフィディアムヘインシナノニオン、ナニオネラナニオネリナリファクツステインフォーシアなどが、形層から等葉緑体を行う。 極楽緑海属エルシアクラルキー消化管細胞に詰め込まれた葉緑体の電子顕微鏡を写真。スケールバーは3メートル。C イコール葉緑体、N イコール細胞核。海ウ牛ウの一群である脳絶類はと葉緑体を行う唯一の動物である。保持期間はエルシアクロロティカが最長で高力相綱の不死なし緑の一種の葉緑体を10ヶ月間保持した。 記録がある。これらのウミウシは、藻類の細胞内容物を吸い出し、葉緑体以外は消化する。分岐して、長く伸びた、消化関係室の中で、葉緑体は食作用によって、消化管細胞に取り込まれる。そして光合成によるエネルギーの生産を行う。ありがとうございます。